事業に参入した最初のきっかけというか、どんな思いで持ってですね、この事業をスタートされたんですか？もう前職で同業で営業の、リーダーとして仕事をさせていただいて、その時の経験値を生かしてというところだったんですけれども、やはり現場の叩き上げだったものですので、投資すべき場所であったりっていうのは、ここに投資すべきなんじゃないのかっていう、こう現場なりのこう思い入れがあるポイントがあったんですけれども、ただ当時のやはり大きな企業でしたので、投資の順番でしたりはいろいろこうなかなかどうも機動的にいかないところがあったりしたもので、こう小さいけれども機動的な会社を自分であれば作れるのではないのかなというところで、起業しましたという、こう結論でいいのかあれですけれども、設立をさせていただきました。なるほど。最初一人からスタートそうでされす、一て、人ですよね。2年ぐらい一人やってました。コンサルティングからスタートされたと。はい、さようです。コンサルティングやっていくうちに、やってよっていう話になっていくわけですね。そうですね。前職にお世話になったのもあったので、全く同じ業態で仕事を始めるのも失礼だなという思いが強くございましたので、まずはコンサルティングという形式であれば、経験値を生かしてご迷惑もおかけせずにやれるんではないのかなというところで、コンサルティングから始めさせていただきました。ただサルティングを続けてる時に、じゃあやってみなさいというようなクライアントからの、こう要求要望もございましたので、それにではやってみようということで、実際にコンタクトセンターを、最初は小さいものからですけれども構えさせていただくことが始まりました。できました。何社ぐらいのコンサル、その、コールセンター業務をですね、受託していらっしゃるのか。現在、当社の拠点は、東京に本社がございまして、歴史の古い順に沖縄支店、熊本支店、和歌山支店とございます。で、現在の、社員数に関しましては400名超というところでございます。で、クライアント数に関しては、今年ですと50社様ぐらいでしょうか。それぐらいのクライアント様とお付き合いをさせていただいております。規模でいうと、どれくらいのクライアントさんからどのくらいまであるんですか？200名体制でご案内をしなくてはいけない、業界1位のこう数兆円の企業様もクライアントでいらっしゃいますし、また立ち上げたばかりの個人事業主の方も業務としては場合によっては対応させていただくこともございます。それだけ幅広く受けてらっしゃるんですね。正社員率の高さというところをですね、一つ会社の PR ポイントといいますか、強みとしてらっしゃると。そうですね。現在当社の正社員比率は65%弱ぐらいで、推移しておりまして、業界でも、高い水準なのではないのかなと自負しております。その理由は、会社との距離のある社員の方々というものがどうしても多い業界なのかなというように言われていますし、考えています。で、退職率の高さが非常にこう問題とされる業界でもありますので、退職してしまうからこそ、こうアルバイトという契約をして企業側がはリスクをヘッジするという状態だとも思うんですけれども、で、まだ業務もこう繁忙期と閑散期がありますので、常にこう一定の人数を雇用し続けるわけにもいかなかった事情も当然あるとも思うんですけれども、やはり安定雇用というものとはなかなかちょっとそうもいかない業界ですと。で、当社としてはユニークさを打ち出させていただきたいというところと、やはり一緒に働かせていただく方には末永くお付き合いさせていただきたいというところで、まず会社側が正社員という、こう入り口を用意することで、こう一緒に働かせていただく方々への、より良いご挨拶になればと思いまして、正社員という制度をまず準備させていただきまして、入社される方々には皆さんに正社員ではいかがですかということをお話をさせていただいておりま基す。本正社員を勧めて、その中で私は正社員は求めませんという方が残り35%ぐらいのパートタイムで働いていらっしゃる。そうなんです学生の方でしたり、こうご結婚された旦那様との時間の都合で年間100時間なんだとかという方々がいらっしゃいますので、結果として100%には当然なりませんけれども、そういうやり方をしてます。経営者として年に数回ですね、ユニークなお休みを取られる。これ経営者として私非常に参考になると思うんで、ぜひ聞かせていただきたいんですが。なんて言いますか、休みをこうしっかりいただいちゃってるので、こう社員にはこう頭が上がらないところがあるんですけれども、どんなお休みでしょうか。そうですね、4ヶ月に一度ぐらいですね、5日間ぐらい休みを取りまして、
家族もいてたった一人で、で、一人で、はい、サーフィンしに行きます。どこにですか？そうです、日本中どこでも行きますし、はい、あの一時は海外にも一人で行っていました。サーフィンだけをやりに。そうですね、夜は食事したりお酒飲んだりしますけど、一、はい、人ですか？一人です。一人で、はい、5日間、はい、仕事のことは忘れちゃいます、一切考えずに。家族もいて。家族もいて。はあ、それがまあ想像できますけど、はい、どんな効果を生むんでしょうか？そうですね、もう皆さんに申し訳ないという思い、家族にも会社にも申し訳ないという思いで、うん、こう塩らしく帰ってきて、こう人一倍こう感謝ができるようになるというのは結果としていいのかもしれないなと思います。もともとは何のどういうきっかけというか動機でスタートしたんでしょうか？これですね、リフレッシュ休暇ですか？そうですね、うん、リフレッシュ休暇で夏休みだったんですよね、うん、ただの、うん、だったんですけれども、でとてもこう自分で家族がたまたま事情で行けなくて私一人で行くことになって、うん、はい、で一人で行って帰ってきたらとてもこう皆さんにこう感謝する思いが強くなってきていたので、これはいいやとなりました。あんまりこうえばって言えないので、ここは。でもそれがその経営のですね、このリセット効果というか、はい、何も考えない、経営のこと考えない5日間があることによって、はい、その経営者としてもたらされるメリットみたいなものは、私自身は体感はあまりしないタイプなんですけれども、はい、あの当社の役員陣だったりは、うん、帰ってくると別人だっていうふうによく言ってくれません、なんか大きなことを言ってるようなんですよね。やっぱ具体的なこと話せないからだと思うんですけど、数日間何が起こってたかキャッチアップできてないのでだと思うんですけど。なるほど、はい、役員の方々は口を揃えて言ってこいと、はい、そうですか。